皆さんこんにちは、アラカン旅チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。現在私はタイ・バンコクに長期滞在していましたが、タイ国が非常事態宣言を行ったので、今日ですね、帰国しています。そのタイ国脱出の第2番目として、今回は皆さんにお届けしたいと思います。今ですね、スアヌプーム空港のですね、パスポートコントロール、パスポートを確認する出国手続きをするところに来てます。人がほとんどいなくてですね、すぐに終わりました。無事これで、タイを脱出することができました。やはりですねこの非常事態宣言がされてですね、外国人観光客がめっきり減っててですね、いつもだと、パスポートコントロールのところにものすごく人が並ぶんですが、短くても10分 長ければですね1時間近くいつも並んでるんですが、今日は一人も並んでなくてですね、すぐ終わりました。このモニュメントですね、いつもタイに来た時にですね、スアヌプームに空港にありまして、この竜というんですかね、立つというか引っ張ってるようなこの像ですね、モニュメント、これもですねしばらく見ることができないことになると思います。今日はじっくりこれをですね、まだ時間がたっぷり、登場までですね2時間ぐらいあるんで、じっくりこれを今日は見てみたいと思います。このようにですね、非常にコンコースには人が少ないですね。近くにですね、モニター、搭乗口を書いてるモニターがあるんで、これで確認しましょう。キャンセルばっかりですね、欠航ばっかりです。すごいですね、これはほとんどキャンセルになってますね。これはすごい。番号が書いてるところだけがチェックインですが、これ全部キャンセルですね。クアラルンプール、マレーシアとかベトナムとか全部キャンセルになってます。東京行きはゲートオープンですね。これは本当にやっぱり非常事態宣言、新型コロナウイルス感染防止のためですね、非常事態宣言を発してるんで、本当にこれはびっくりするぐらいの異常事態ですね。キャンセルばっかりですね、この黄色い文字のところ。これは本当に珍しい光景だと思います。もう、こういうことはもう二度と起こらないでほしいんですが、二度とないんじゃないかとも思います。それではですね、搭乗ゲートの方に行ってみたいと思います。人が少ないですね、やっぱり観光客が。これまでですね、アラカン旅チャンネルではですね、100本以上の動画を公開してきました。ほとんど全てがですね、旅行に関する動画です。主に海外旅行の動画が多いです。行った場所はですね、タイのバンコク、それからパタヤをはじめ、台北、タカオ、香港、それから上海、北京、それから、ヨーロッパがですね、その前に、ベトナムですね、ハノイ、それからダナンで、ヨーロッパがフランスのニースとパリ、それからモナコですね、それとフランクフルト、あとハワイですね、
これらの動画をですね、今まで公開、投稿して公開しています。他にも行ったところが、あとオーストラリアとかですね、ニュージーランドも行ったところあるんですが、動画を公開しているのは以上のところです。で、あとですね、国内についても若干ですが、動画を投稿して公開しています。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録していただければですね、すぐにこれまでの動画をですね、見ることができます。今後もですね、近日中にこの続きをですね、また公開しようと思ってますんで、チャンネル登録できましたらお願いします。チャンネル登録は もちろん、無料、ただでできます。地球ロゴマークをですね、クリックしていただければチャンネル登録できます。それからリクエストやご意見、ご質問などのコメントをいただければありがたいです。旅行をですね、予定してたり、旅行を計画してる、旅行を愛する皆様にですね、少しでも私のこの動画がですね、お役に立てば本当に嬉しいと思ってます。もしよろしければいいねボタンよろしくお願いいたします。近日中にですね、このあともう一回ですね、ナンバー3を公開する予定にしてますんで、ぜひですねお楽しみにいただいて、チャンネル登録してですね、これを見ていただければありがたいと思います。今ですね、搭乗口の方にですね、向かっているということです。空港はですね、このお店とかは全部開いてるような感じですね。ただ、外国人旅行者が少ないんでですね、ちょっと閑散としています。出発の搭乗口はですね、D だったんじゃないかと思うんですが、このずっと先ですね、やはりですね、いつもより少ないような感じですね。職員の方もマスクしてますね。空港のですね、レストラン、このようにですね、レストランは閉店せずに開店してます。タイ国内のですね、レストランは閉鎖指示が出てるんですが、空港内のレストランは対象外でですね、開店してるという、空港内のレストランは閉鎖の対象外になってます。このように、レストラン、飲食店ですね、開いてますね。ただお客さんはですね、やはりそんなに入ってないですね。少しですね、少ししか入ってないようです。予定の ANA 全日空の搭乗カウンターですね、搭乗口は F ですね、 F だったんですね。先ほどは間違いました。 F のこの先の搭乗口に当たると思います。ここに F の1から6と書いてますんで、これで確認いたしましょう。午前9時45分発、東京羽田って書いてますね。これ、コードシェア便ですね。あ、ANA ですね。ありましたね。NH848 東京羽田、全日空 F の5と書いてました。とりあえず搭乗口を確認するためにちょっと降りていきます。F でも最も端のような感じですね。一番奥なんじゃないでしょうか。まだ時間も早いというのもあるんですが、非常に人が少ないですね。感じとしてほとんど人がいないような感じですね。
ここは F の3ですから、この先に、全日空のですね、搭乗する予定の搭乗口があるんじゃないかと思います。F の5というのが出てきましたね。多分ここでしょう。近くに行ってですね、搭乗便が乗ってるかどうかを確認しましょう。 F の5と書いてますね。それで、あ、全日空の飛行機がここで止まって待ってますね。これで間違いないでしょう。まずANA 全日空の飛行機です。よかったですね。これで無事帰国できそうです。それでは搭乗口も確認したんでですね、今度はラウンジの方に行きたいと思います。さてラウンジの方は上がってるでしょうか。ビジネスクラスラウンジって書いてます。ミラクルですね。ラウンジコンコース F は、メンテナンスのために閉まってるんで、他のラウンジですね、ラウンジ D の方に行ってくださいということでした。じゃあコンコース D のラウンジに行ってくれということですね。あ、 G ですね。コンコース G のラウンジに行ってくれということなんで、 G ラウンコンコース G の方に移動したいと思います。あ、ここがコンコース G ですね。意外と近かったですね。そこになんか、ミラクルラウンジ、ファーストクラスラウンジミラクルって書いてますね。ここでいいみたいですね。それではここに入ってみましょう。土産物屋もあるんですが、ほとんど下がいません。これミラクルラウンジ、ファーストクラスラウンジですね。ここで搭乗券とカードをですね、見せて、私のカードはここは無料で入れるんですね。人が少ないですね。やはり観光客が少ない。ほとんどいないですね。2組か3組ぐらいです。奥の方に行ってゆったりと休みましょうかね。こんな感じですね。ほとんどからです。いつもはですね結構多いんですが、ほとんどいないですね。やはり外国人観光客が少なくなってますね。非常事態宣言の直前の日なんでほとんどいないですね。お酒が結構いろいろと並んでます。ワインもウイスキーもあります。もちろんビールもソフトドリンク、コーラとかジュースとかですね、牛乳、それからオレンジジュースにトマトジュース、私はビールを1本いただきました。それからつまみですね、いろいろありますね。これはコーヒー類ですね。サラダ、それから、おつまみ関係ですね。それからスープ、それからちょっと肉まんみたいな感じですね。でこちらの方が、料理ですね。これカオパッド焼き飯、これは卵みたいですね。それからウインナー、それからこれポテトですね。それからハム、結構いろいろありますね。いいつまみになりそうです。これをつまみを取ってですね、ビールと、それから後でワインを飲みたいと思います。ちょうどですねラウンジの中にまた、モニターがありましたんで、これで確認しましょう。全部キャンセルじゃないですか。一番下のやつ以外は全部キャンセルになってますね。クアラルプール、プーケット、ハノイ、マニラ、ヤンゴン、全部キャンセルです。一番下のやつだけ A4 ということで生きてますね。すごいですねこの状況は。本当に珍しい、びっくりしますね。よく本当全日空は羽田行きが残ってくれててありがたい。本当良かったと。NH の5968東京行きもキャンセルになってますね。8時のやつは。恐ろしいですね、本当に。プーケット以外全部キャンセルですね。
まあこれで、搭乗時間までですね、ゆっくりとここで、くつろぎながら待とうと思います。TG もキャンセルになってますね。東京行き NH5956 もキャンセルです。寒い、シンガポール、香港、東京、ヤンゴン、プノンペン、プーケット、ホーチミン、ハノイ、マニラ、全部キャンセルですね。これを見ると本当に、ラッキーだったと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの左側にある地球ロゴマークをクリックしてチャンネル登録お願いいたします。近日中にこの続きをですね、また動画公開したいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録は無料でできます。それではまたこのアラカン旅チャンネルでお会いいたしましょう。どうも最後までご視聴ありがとうございました。